安在校は、朝鮮独立運動家、政治家。号は、民与、平気道平沢生まれ。1911年、早稲田大学政治経済学部に入学。1912年、東京に居住している朝鮮人留学生を中心に、朝鮮留学生学友会を組織して、民族意識を高めるために力を入れた。1913年1月に、 中国の上海へ渡り、独立団体である同積社に加入した。卒業後は、帰国して一時は、学校の教師となったが、1919年4月、大韓民国臨時政府の指令に従って、刑場で青年を集めて、青年外交団を組織した後、総務を務めている中で、3.1独立運動へ参加したことによる容疑で逮捕された。 そして1920年9月27日、テグ福審法院で、懲役3年の刑を宣告された。1927年1月、朝鮮日報の主筆として在職中、新寛会の総務幹事に選ばれ、公領を作成、発表した後、創立総会を開催する。一方、各地方の創立総会を支援するために講演を行い、言論を通じて、 民族意識を固いした。さらに、満州に居住している同胞を保護するための同盟執行委員会の委員長として活動した。1928年7月、朝鮮日報の筆火事件で、刑場副審法院から禁錮8ヶ月の刑を宣告され、直ちに控訴したが、棄却されて刑が確定した。1929年12月に、 全羅南道公衆で公衆学生独立運動が勃発すると、安は朝鮮日報副社長の職を辞して、当時の政治団体である新幹会と共同で朝鮮民衆大会を開催し、日本を求断した。安は再び逮捕されたが、1930年1月1日、基礎猶予になった。1937年5月には、 南京軍艦学校の学生募集運動の件で逮捕され、1938年5月4日、形状副新法院で治安維持法違反で懲役2年の刑を宣告された。1939年3月には工業クラブに参加して活動した。1942年12月、朝鮮語学会の朝鮮語辞典編纂事業事件への関与を疑われ、 環境南道高原の警察署に収監され、獄中で終戦を迎えた。後に、朝鮮建国準備委員会の副委員長となったが、左派勢力が優勢となったため辞任、韓国独立党に参加し、米軍政庁の民政長官、民議院議員として、大韓民国政府樹立に貢献した。しかし、朝鮮戦争の際に、北朝鮮へ拉致され、平壌で死去したとされている。くしくも、 3.1独立運動の記念日が明日だった。韓国政府は安の功労を称え、1989年に建国勲章大統領賞を追上した。ありがとうございます。